ゴールキーパーは梶川、ディフェンス4バック、右から鈴木優斗、伊藤、リカルド・グラッサ、松本、ダブルボランチには期限付き移籍から帰ってきました針ヶ谷と山本浩介、2列目右にジャーメイン、左に大津、トップ下には山田裕樹、そしてワントップには杉本健雄です。ゴールキーパー新加入の山田大輝、ディフェンス4バック、右から川野、柳、ヨルディバイス、新加入鈴木義武、中盤はダイヤモンド、アンカーに若狭、右に田中、左に佐野、トップ下にはステファン・ムーク、ツートップともに新加入坂本伊佐と桜川ソロモンです。セカンドボレー、鈴木義武、左に開いて佐野、右足に持ち帰る、先ほどからいいところに顔を出す若狭がクロスを入れて桜川止めました、梶川です。早いタイミングでクロス、高さを生かした桜川のヘッド、ただ外すため梶川が止めています。5本目岡山コーナーキック、田中が寄りますが反応しない川野、さあ右足のクロス、ファーサイドだ、柳のヘッド、そして流し込んだ、先制は岡山、最後に触った桜川ソロモン、前半26分、5本目のコーナーキックで仕留めました。移籍後初ゴール桜川、まあ、この川野のキックの質という部分も良かったですし、柳の高い打点のヘディングですよね、しっかりと下に叩き落とすようなヘディング、そこでタイミング合わせた桜川の入り方、非常にこう3人の二度戦流れというのはいいですよね、はい、まあ、こういうところですよね、二枚からの飛び出し、中央から抜けた田中が落として桜川ポスト、セカンドボール坂本折り返す、ディフェンス戻っていました、坂本狭いところ右足、前半31分追加点、アウェーファジアの岡山、新加入坂本伊佐いきなり結果を出しました、新加入2トップ揃い踏みです。いかがでしょうか、まあ、ここもそうですけれども、坂本ね、これゴールに向かったコントロールというのをすごい意識してるんですよね、まあ、このシュートの質もすごいですよね、いいコース狙ってますよね、はい、ここは山田裕樹につながる、右サイド上がってきた鈴木優斗、さあボックス内3人、近くにいる山田裕樹、低いボールスルー、後ろからドゥドゥー、キーパー止めた山田大輝、後半開始1分未満いきなり決定機を作りました、まあ、エンドは渡った逆サイド見えてますからね、はい、三角形で崩した山田裕樹、低いボール、ジャーメインボックスライン、左足シュートブロック、柳田ここ出口を塞ぎかけましたが突破される、逆にファジアの岡山久しぶりに攻撃です、左サイド武器の佐野光大、中央判定して佐野、坂本、そして桜川シュートブロック、こぼれ球押し込んだ、3点目ファジアの岡山、佐野光大後半ファーストチャンスをものにしました、若手揃い踏み、この佐野の仕掛けセンターに向かってきながら外に開いたこのステファン・ムークの動きも良かったですよね、その中で外に開いたことによってセンターのところを使えましたよね、まあ、桜川のシュート、まあ、止められましたけどね、この反動スピード、反応のスピードっていうのは非常に佐野良かったですよね、もう攻撃の形になってから感じる選手たち、こう意識を持って前に出る選手というのは岡山選手非常に多かったですね、191センチ、後藤圭介 J リーグデビューです。飯島さん、この後藤は、はい、まあ、唯一のレンタルから帰ってきた選手以外で加わった選手になりますけども、期待感ありますね、やはり内部昇格というところでね上がってきた選手ですけども、まあ高さというのは、坂本のシュート、クロスバー、まずは1点を返したい岩田です。松原クロス、柳の足、そして田辺入れ替わった、さあ松原折り返す、ゴール前、後藤が決めました、デビュー戦でいきなりプロ初ゴール、
市の現役高校生が仕事をしました。やはりこのサイドからの崩しですよね。その中でいいタイミングでここ入ってきましたよね。この進入のところクロスの質も良かったですし、後藤の入るタイミング、この足の出す角度というところも非常に良かったですよ。さあ手元の集計6本目ショートコーナー、山本、遠藤が入れた、ゴール前、2点目、後藤圭介、途中出場デビュー戦でいきなり複数得点、あっという間に2点を決めてみせました。日本最高峰の司令塔遠藤からのクロス、後藤の頭でした。遠藤のこのボールの質でも非常に素晴らしいでしたよね、ワンタッチで、まあ、後藤もしっかりタイミングよくボール進入してきましたよね。ここでしっかりと合わせてゴールの枠に流し込むというね、非常に素晴らしいゴールだったと思いますね。はい、ドゥドゥ近くに山本、クロスが入る、後藤だ、肩でコントロール落とす、後ろから伊藤がいる、後藤コントロールして、金子の右足キャッチした、山田大輝。松原、ディフェンスがまだ集中している岡山です。ここで長い笛です。開幕戦を取りました、アウェーファジアの岡山、去年 J1 で戦った岩田相手に、そして対岩田戦初勝利、2023年シーズン初の J1 昇格に向かって最高の滑り出しを見せました。